か。まあ阪神のヘッドコーチをこう退いて、はい、半年ちょっと経つか、はい、やっぱ気になると思うんやけど、はい、今の位置見てどう思う？まあ A クラスもあるやん。ありますね。ね、まだありますよ。うん、まあまあ複雑？こんな感じじゃないですか。なんでどんな感じやねだから4位というふうな順位、ね、が、まあ、妥当かなと思います。今のところは借金まあ3つ4つぐらいでしょ、うん、反面よく頑張ってるの、まあ、ピッチャーがいいですから、うんうん、よく頑張ってるなというのと、うん、そうですね、まあ、ピッチャーがいいですね。まあ、ピッチャー頑張ってるよね、はい。まあ、野手もなんかこうチャンスは作るんだけどさ、なんかちょっともったいない試合が多いよね。ミスしたりだとかさ、まあミスはつきもんだけど、そういうところ見ててどう感じるんだろう。まあ、歯がゆさがある。なんですか、野球ってまあもちろんミスをお互いカバーし合ったりしてね、それをでやっぱりこう向こう1点多く取ったり1点、うん、防いだりしていくのがまあ野球と思うんですけど、うん、ちょっとまあ今シーズンはあまりにもそのプロとしての恥ずかしいミスがちょっと多いなと思いますね、うん、なるほどね。まあよくね大山の話もよくされますけど、うん、まあ岡本と大山ってそんなに変わらないですよ。打率も一緒ぐらいで、うんうんうん、で打点も10ちょっとしか変わらないですよ。まあホームランは倍打ってますけど、うん、ただちょっと大山で思うのは少しフォアボールが少ないというのと、うん、ボール球を振りすぎるということ後追いしてしまうというんですか、うん、ドーンとまっすぐ来られるとそれが気になって低めの変化球振っちゃうと、うん、で初球のストライクを変化球でポンと取られてしまうとそのモードになってまっすぐに差し込まれるような、うん、そういうふうなこう凡打が目立つんですよね、うん、去年は大山っていうのはやっぱまっすぐに強いっていうことで金本監督も僕も期待してましたし、うん、実際9月去年、大山9本ぐらいホームランだったんですかね、うん、打ったなスタジアムでバカ打ちしたね。でほぼやっぱ左ピッチャーに強かったんですよ。それはやっぱり入ってくるボールに対して強かったんですけど、うん、今年12本なんですけど10本が 右ピッチャーなんですよ、うん、もちろん打数が倍ぐらい右の方が多いんですけど本来の大山ではそのまっすぐに強いっていう風なところが少し消えてしまって、まああれだな、データが回ったっていうことだろうね。いろんなそれももちろんあると思うんですよ、うん、だからそのまっすぐに差し込まれて変化球にも泳ぐみたいな、うん、ちょっと中途半端になってると思うんですね、うん、で追い込まれるまではどっちかのボールを思っていってほしいんですけど、うん、やっぱボールを見て打つというね、うん、その見る間がちょっとないんで、うん、大山にしても北条にしても高山にしても中谷にしてもちょっとやっぱりそのよく言うドアスリングになりがちですよね、うん、いや見てるかもからん。いや本当のことですよ、うん、いやだからアドバイスをしといてやった。いや本人たちも分かってると思うんです。分かってるか。だから、うん、まあ、バッターってみんな、お父さんもそうです、分かっててもできないのがバッティングじゃないですか、うん、その辺をもう少し、もうちょっとと思うんですけど、まあ、それができ始めればね。間がないやつはなんて言うんだっけ。間抜けって言うんですよねだから金ができたら金貯まるってよく言うじゃないですか。だからそのためって本当に簡単に言うんですけど、なかなかやっぱりみんな共通してるのは股関節がちょっと硬いんですよ。みんなが、若い子が、はい、それはもう今和式の部屋が少なくなって油がかかなくなったりですね、テーブルで、座ることが多くなったんで、うんうんうん、トイレも和式が少なくなりましたし足が長いですね。まあでも守備練習を見てても股を割ってしっかり取ってるっていうのがあんまり見受けられないね。だから人工芝なんで、あ、まあ、待って取って投げるみたいなのが、そうそうそう、何でもかんでも前に来ちゃいけなくなる。いやまあね、前に出りゃいいかっていう問題じゃないけどね。だから守備も、まあ、僕らの時っていうのはその湯田さんのセカンドだった一塁間とかね、自分より左側のゴロを取ってね、回転しちゃいけないっていうふうな基本があったじゃないですか、うん、でも今結構回転してみんな投げるじゃないですか、うん、だから下半身が股関節が硬いんで、うん、割れないからここでね加減できないんですね、うん、だから回って投げた方が投げやすいっていう選手が増えましたよね、うん、まあまあそうそうだな。まあ、楽じゃないんだろうけど、体の構造でそうなってきてるというかな、まあ、そんな感じがするよね。まあ昨年まで戦ってたセ・リーグのチームをさ、ざっと振り返ってもらうけど、はい、巨人はやっぱ監督変わって変わった。いやもうキャンプ行った時の雰囲気から変わったと思いますね。あ、やっぱ新しいコーチも入ってっていうか、やっぱ原監督のオーラといいますか、やっぱ緊張感が全く違うふうに感じました。あ、はい、DeNA は DeNA は個々の力抜けてると思うんですよ、うん、ただチームとしての一つの何かこう、うん、まとまりというんですか、芯というか。だからもちろん横浜スタジアムって一番ホームランに出やすい球場をホームにして、うん、ああいうふうなホームランで勝っていくというふうな戦い方、間違いではないと思うんですけど、うん、全てそれでミスを消してしまってくれてるところがあるじゃないですか、うん、まあ、確かに。だから横浜とか優勝すると、うん、また野球界もああいうふうに変わってくるのかなと思いますね、うん、まあ外が2番打ったり、都合が2番打ったり、うん、今よく言われるこう2番最強量みたいな、うん、
ことをされてますんで、で、ここの力がやっぱり強いですね。なるほど、はい。広島。広島もあの丸が抜けて、ちょっとショートの田中が不調でね、でやっぱ3連覇した中崎であるとか、市岡であるとか、アドゥアであるとか、野村であるとかっていうところがちょっとやっぱり本来の状態ではないというね、ところでちょっとこうカープ本来の接戦の、強さっていうのがちょっと今年はこの3連覇した時のような感じではないですよね。はい、中日ドラゴンズはもうあの打線は一番いいんですよ。なあ、あのビシエド軸にね、まあこれ高橋雄也今年はグッと伸びましたし、福田もいますし、大島安定してますし、マッサーもいいですよ。マッサーが今年安倍あの掴みましたね。なんかなあ、ああいう選手がやっぱり頑張ってきてくれてるんで、やっぱり嫌ですよね。やっぱキャッチャーが欲しいな、もう一枚これ軸となる。あとピッチャーですね、あくま、うん、後ろの方ね、特にあの名古屋ドームって一番やっぱりね、甲子園同様、得点が入りにくいところなんですよね。そこで戦って、あの打線で戦っているんだから、もうちょっとこう、ディフェンス面が頑張ればですね、エラーも少ないんですよ。だピッチャーさえ頑張れば、僕はぐっと上に行く力あると思いますよ。優勝する力が出てくるよな、はい、ヤクルト。ヤクルトの場合も今年はもう怪我人が多かったんでしょうね、まあ、いやでもヤクルトって意外もう結構怪我人を出すよね。まあ、今年の野球界見てますと、やっぱりこうセンターラインというか特にショートに怪我人が出るとやっぱきついですよね。きついな、まあ、今年西浦で、まあ、坂口、で石山も怪我でいなくなったり、まあ、なかなかその去年良かったメンバーがなかなか本来のね、去年のような活躍をできなかったんで、やっぱりこう中心である小川っていうピッチャーで勝てないとなってくると、やっぱズルズルいってしまったなというふうな印象を受けますね。あっちゃんのこの開幕前のセ・リーグの順位予想ってどうだったの？はい、僕は巨人、広島、ヤクルト、阪神、中日、あ、DeNA 中日やったんですよ。ひどいな、DeNA5 位。いや、だから、そう阪神が4位。4位。あのヤクルトっていうチームは、すごくこう良かったり悪かったり、そうなんだ、上下動が激しいんだよ。だ DeNA は個々の力は持ってますよ。まとまりという。ただ阪神に対して部が悪いんですよ。そりゃそうだな。だから僕たちはそんなに感じないところがあったんですよ。なるほど。でもまあ終盤戦に入ってきてさ、はい、ちらほら引退の話だとか、はいはい、戦力外の話も出てきてる中で、はい、まあ鳥谷がああいう報道になったじゃない、はい、引退か、はい、他球団かみたいな、はい、それは一緒にやってきた仲間だし、はい、であっちゃんの経験からどう感じる？今シーズンの鳥谷見てましたもんね、あのここまで打点がなしでホームランもなしというね、もうあの力の衰えというのはもうこれは明らかなんです ね、 そうだね。みんなあのどんな選手もやめなきゃいけないんですけど、やっぱりタイガースでまあ16年間ね、ショートであれだけのフルイニングを続けてきた、まあ功労者ですよ。ですからもう少し報道で出てるようなね、ああいうふうな本当にあの言葉があったかどうかっていうのは私は分かりませんけど、まあなんか突っ放ねたようなな、あれはまあもしああいうふうなことが言われるとやっぱり売り言葉に買い言葉みたいなになるじゃないですか。まず鳥谷どうしたらいい、どう考えてるんやみたいなことからね入っていけばよかったんだけど、あれはやっぱりあの本社の、まあ誰が言ったのか知りませんけど、もうちょっとそのああいうふうな言ってすぐ2日後に鳥谷がもう他チームで頑張るみたいなことをね言うっていうことは、鳥谷はそういうタイプじゃないと思うんですよ。なんでいつも冷静な、はい、ね、物事深くじっくり考えるタイプだからな。こういうふうなことをいつもいつもしてしまうと、もう選手がまたこんなことやってんだと、もうこのチームっていうのはなんやねんみたいなふうになってきてますよ。その辺をもう少しやっぱり上の方はしっかりとあの考えて、やっぱり言葉っていうのはものすごく大事だなっていうのをね、改めてこう鳥谷の今回のあれ見てて感じましたね。だから鳥谷の心中は察するということか。そうですね、続けてほしい、それとももう阪神のスターのまま終わって監督として、まあ監督もあるじゃない、あのぐらいの実績があればさ、これはもう何とも言えませんけど、また鳥谷の中でできるというふうな気持ちがあればね、他チーム行った方が今後の鳥谷がまあ指導者になるにしよう、何になるし、なるにしろ、絶対プラスになると思うんですよ。やっぱり外から見てる先の阪神だったり待遇の違いだったり、またやっぱりチームのカラーの違いだったり風味の違いってあると思うんで、僕は鳥谷はどっかでやると思いますね。なるほどね。でまたやるんだったらやっぱり、まあ、豊さんもそうでしたけど、阪神からカープ行って頑張った新井がいますしね、ヤクルトのコーチも石井拓郎も横浜であれだけ頑張ったけど最後広島カープに行ってね、よそのチーム見るっていうことはプラスになると思いますね。さあどうなるんでしょうかね。分かりました。ありがとうございました。